まあ、ベネットで攻撃力6巻上げて、攻撃力上がってる状態でパンチ貯めて、ドーン、会心ねんかった。クソだ。うわ、すげえ、めっちゃ前に飛ぶやん。え、楽しい。これ、狙撃できない。え、スナイパー併蔵できない今の。あ、ちょ、私、鹿の院併蔵の元素爆発を黒竜に向かって撃ったんや、撃つの、やったことなかったな。天道、ま、ここにあり。え、これ、併蔵のスキル、絶対遊べるやん。今、爆発を漏らししたけど、あれって前方に無限で飛んでいくの？ちょっと待って。うわぁ。え、これ狙撃できひん？これ爆発の距離結構ある。え、じゃああれか、螺旋でめちゃくちゃ遠いところにいる敵に対して狙撃みたいな感じでちょっと角度揃えて打ち込めば気持ちよくなるんじゃない？え、なんかどっかいないかな、まっ平らな場所で遠くから狙撃してモンスター倒したい。キルチャール粉砕しましょう。え、なんかどっかない？平らな場所でなんか併蔵のキックで遠距離から敵ぶっ倒せるようなとこ。じゃあなんか気づかれたくないんだよな、誰にもバレないところで。岩の方はちょっと体力多い、ワンパンできない。だって併蔵の元素爆発だいたい 2,3 万ダメージだから。さあやるぞ。今回犠牲になっていただくのはこのヒルチャールたちです。いきます。プー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 。も、思ってたんとちゃう。違う、違う、違うね、違う、ちゃうね、そうじゃないね。いや、あれは、タル爆弾の爆風で巻き添え食らって死んでったから、ちゃう、ちゃうね、今のは。